ヌプルペッペールエールと名付けられたクラフトビール。ヌプルペはアイヌ語で登別という意味です。登別市では去年市民グループが地元産ホップを使って初めてビールを醸造しました。しかしホップの収穫量が足りず7割を上富良野産で補っていました。今年は半分以上を地元産のホップを使い醸造することができ報告会が行われました。将来的には年1回みんなで乾杯できる量が 100% で作れればいいかなという、それが最終目標です、ね、味は柑橘系の香りが強くまろやかなビールに仕上がりました。登別のホテルや飲食店などで今日から販売を開始します。